こんにちは。富山労災病院副院長の門谷です。今日は今年2月より運用が開始された地域包括ケア病棟についてお話したいと思います。さて皆さん、地域包括ケア病棟という言葉を聞かれたことがありますか？地域包括ケア病棟とは、急性期の治療を終わられた方が在宅や施設での生活にスムースに移行できるよう、日常生活の復帰支援やリハビリを行いながら入院を続けることができる回復期の病棟です。急性期の治療は通常2週間程度で終了しますが、特に高齢の方などは入院のきっかけとなった病気以外にも複数の病気を抱えておられることが多く、これまでは医師から退院許可が出たものの、気力・体力が戻らず不安を抱えながら退院された方も多かったように思われます。この点、地域包括ケア病棟は在宅復帰を目指す方なら、急性期の治療終了後に最長60日間までの入院が可能となりました。当院での地域包括ケア病棟の導入は、国の地域医療構想に基づいたもので、新川医療圏では、団塊世代が後期高齢者の仲間入りをする2025年には、急性期の病床は過剰となり、ICU や HCU などの超急性期の病床や回復期の病床は不足するという予測に基づいたものでもあります。このような観点から、富山労災病院では地域包括ケア病床を1病棟52床導入するとともに、今年1月より HCU を1床増やし5床で運用しています。これまで以上に多くの方が HCU で手厚い看護を受けることが可能になると同時に、急性期の治療が終了し回復期に入った方にも入院の継続が可能となりました。地域包括ケア病棟の対象患者さんは、手術などの急性期の治療を終了した方で入院の継続を希望される方や、軽度の肺炎や尿路感染、胸腰椎の圧迫骨折など高度な治療を必要とするわけではないが、例えば高齢で一人暮らしである、老老介護中である、また若夫婦と同居はしているが昼間は家族がいない方などが入院の対象となります。では現在、当院の地域包括ケア病棟を利用されている患者さんのケースをご紹介します。最初の入院はいつでしたか？はい、去年の12月20日に入院しました。半月板を痛めて急に歩けなくなり、結局手術をしました。でもおかげさまで今歩けるようにもなりました。大変でしたね。ちょっとお膝の方見せてもらってもよろしいですか？ああ、傷もありますね。腫れはだいぶ引きましたね。そうですね。その後この地域包括ケア病棟に変わられたんですね。はい、実は私一人暮らしなもので、手術してすぐ退院と言われても歩けないですし、心配になって先生に相談したんです。そしたら 6B に移動して、そこでリハビリをし、あなたが自信ついたら退院すればよいと言ってくださいました。60日までなら入院していいと言われ、本当に嬉しかったです。毎日リハビリをしてもらって、歩く練習とか運動もし頑張っています。おかげさまで退院ももうじきかと思います。在宅復帰も間近ですね。よかったですね。はい、ありがとうございます。最後に入退院支援センターについてお話ししたいと思います。昨年11月より入退院を円滑に行えるよう、専属のスタッフを5名配置した入退院支援センターを開設しました。入退院支援センターでは、まず入院前の病歴や生活環境などをお聞きし、これらの情報を病棟スタッフに正確に伝え、患者さんが入院生活をより安全安心に送れるようお手伝いいたします。また退院前には在宅でのケアマネージャーや主治医との情報共有を行いながら、退院後の生活にスムースに移行できるよう支援いたします。他にも各種制度、医療福祉に関するご相談やサービスなどの支援も行っております。富山労災病院では今後も地域の皆さんと連携を図りつつ、地域包括ケアシステムの推進に努めてまいります。皆さんのご理解、ご協力をお願い申し上げます。